いきなり生放送。2個目、3個目、OK です。じゃあ、行ってみようか。ブラックコーヒー、ワルの苦い香りがするぜ。渋すぎるでやんす。これ買っとこ。一押し商品を紹介するぜ。なかなか眠れないあなた、今のベッドじゃ満足できないあなたに、その名も極楽楽楽睡眠ベッド。なんだか最近眠れないんでござる。おっとマジで、試しにこのベッドで寝てみなって、あっという間に深い眠りに落ちちまうぜ。本当でござるか。どう、この通り眠りを計算し尽くしたこのマットレス、あなたはもう夢の世界から戻れないかもな。では最後の歌のコーナー、めめちさん、まきこさん、フラワッチさんでラブリーの大ヒット曲エブリーラブリーです。ミュージックスタート。
う大丈夫だよ。今からでもお仕事できるくらい。ねえラブリッチ、あまり無理しない方がいいんじゃない？ママ、ラブリッチがアイドルのお仕事が好きなのはわかるけれど、無理して倒れたら元も子もないでしょ。うん、パパも心配だな。すみません、私の注意が足りなくて。パパ、ママ、ありがとう。でもごめんね、今まで通り続けさせて。これからはちゃんと気をつけるから。ラブリッチ、だって私もラブリンが大好きなんだもの。くそ、見失っちまったぜ。ぐんぐん、なんだかうまそうな匂いがするでやんす。おい、アカ、一体どこに行くつもりだ。おい、腹減ったでやんすね。そういや、今日一日ずっと追いかけっぱなしだったからな。うまそうだな。あ、兄貴。なんだよ。アンパン一つとメロンパン三つ。はーい。はい、どうぞ。どうも。お腹空いてんだろ。じゃあな。ありがとうございました。なんだ、ただのいいやつじゃねえか。がっかりだぜ。まったくでやんしょ。それはやりすぎってもんだろ。でやんす。電話だ。
ストの鬼ごっこに勝てるのは君と育て合う友情。僕たち出会った日からハッピーです。一緒に遊び笑って過ごした時レインボーソリ